はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、一緒にやろうたったの1分お腹引っ込め腹筋となります。お腹がね、やはり出てしまっている人、ご飯を食べちゃうとお腹がすぐ出る人、お酒を飲むとお腹が出る人、そういった方におすすめです。10秒を6セットやっていきますんで、皆さん一緒にやっていきましょう。今日はこのランタスティックタイマーで10秒6セットやっていきます。ではやりましょう。ではいきます。まずはお腹を引っ込ます腹筋です。3, 2, 1, 1, rest. 今度は息をしっかり吐いて止まっとく腹筋です。 3, 2, 1, 1, rest. 今度は手と足同時にいきましょう。お腹をしっかり引っ込めることです。 3, 2, 1, 1, rest. 3, set to go. 今度はプランクしてください。お腹をしっかり引っ込めます。 3, 2, 1, 1, rest. 2, set to go. 今度は Knee to chest です。 3, 2, 1, 1, rest. 1, set to go. 今度はしっかり起き上がってください。 3, 2, 1, 1, rest.Timer completed. はい、お疲れでした。たったの1分10秒でね、6種目って言ったらですね、10秒なので10回できない回数もね、もちろんあります。なのでまあ3回とか4回っていう種目もありますんで、結構簡単ですよね。でもたったの1分腹筋するだけで、毎日やればね、必ず変わってきます。で、腹筋っていうのはやっぱりやりすぎちゃうと、その部分が少しね出てきます。例えば腹筋の上部が出てきたりとか、そうするとお腹引っ込めたいのにお腹が出た形に見えちゃうんで、まあ、いろんな種目をねやるっていうのと、腹横筋、息しっかり吐くっていうのがとっても大事になります。もちろん腹筋のコブを大きくしたいんなら、息しっかり止めて負荷を与えていっぱいね力を入れればいいんですけども、お腹を引っ込めるっていう点で言ったらですね、いろんな部分を使いながら息を吐く、腹横筋をつけるっていうことがお腹を引っ込めることにつながりますので、ぜひ今日のたったの1分やってもらえたらと思います。また次回載せますんで一緒に頑張っていきましょう。よかった方はグッドボタンとコメント待ってます。たったの1分です。やってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。